こんにちは、ノアコインの秘密ですね。このサムネイルには、そしてタイトルには釣り動画ですというふうに書いてると思います、ですんで、ノアコインの真実といってもノアコインの真実が私からね、発せられることはありません、何が言いたいかというと、これがだから詐欺のトリックなんですよ。どういうことか分かりますかね。嘘だよと思っても、その嘘だよって言ったことに対して、詐欺だよって言ったことに対して、その別の興味を惹かれてしまうんで、結局ね、買う人は買ってしまうんですよ。本当ですよとか確実ですよって言葉に惹かれてしまうのは、それはね、分かりますけども、でも一定の警戒感って働くじゃないですか。これは今度こそ確実です、今度こそ利回りが 50% です 60% ですって言っても、警戒しながらも信頼したいなっていう動きっていうのがあるんですよね。だから01にはならないんですよ。 0% か 100% かってことには人の心理がならなくて、確実だろうけどどうなのかなっていうふうな好奇心が残っちゃうんですよね。逆に釣り動画って書いてるけど、実際はどうなのかなっていう気持ち残っちゃいますよね。だから結局この動画もクリックされたんだと思うんですよ。で、現実的なノアコインっていうのがどういうふうなね、これから動きをするのか分かりませんし、多分日々活動してるんだったら日々レポートがあると思うんですけども、まあないのかなと思いますよね。で、ノアファウンデーションと言われているところのサイトも、どうもね、アクセスが、このサイトの更新頻度を測るサイトっていうのがあるんですけど、それで見ると、ちょっと動いてないなっていうのが正直なところなんですよ。私の調査の仕方がもしかしたら間違ってるかもしれませんけどね。そうなってくると、これからも動くことはないかなと。あれほどね、セールスの時はものすごいね、プロモーションかけたりとか、現地の動画がね、あっちこっちにあったりとか、検証したサイトっていうのいっぱいあったんですけども、今はね、ノアコインを買った人ですら日々忘れてるんじゃないですかね、そんなもんなんですよね。だから人ってのはいつまでたっても同じ失敗繰り返しますし、何回もお金を失った人がさらに、ね、新しいお金を失うってことで、人生がそのまま終わっていくってこともあるんですよね。全てはね、この動画は釣りですよって書いてある、ね、釣りですよって書いてある、嘘ですよ、詐欺ですよ、詐欺とは言わないけども、その引っ掛けですよとかね、そういうことが書いてあっても、結局人はね、その動画を見てしまうっていうことなんですよ、だから確実だよって言っても疑いながらも一歩前へ進んでしまう。これは嘘だよって言っても、いや本当が隠されてるかもしれないなっていう気持ちでね、結局表現者が何を言っても受け取り手がね、いろんな解釈を縦横無尽に走らせますので、なんと言いますかね、情報ってのは玉石混合だというふうに考えていかなくてはならないのかなと思いますよね。誰かが言ったから確かなんだ、誰かが言ったから嘘なんだっていうふうに割り切れるもんでもないですし、今回は本当かもしれないと、今回はこけるかもしれないというね、どちらの可能性も常にはらんでるってことなんですよ、ということでね、この動画本当見ていただいて何の得にもならなかったと思います。ただやっぱりね、そういうものですら自分でクリックしてしまったということがありますんでね、これ止められないと思います。私もね、同じようなもんですからね、ついついクリックしたもので見てしまったけども、なんか時間無駄にしただけだったかなっていうところもあるし、同じように私が時間が無駄だったっていうものに対しても気づきがあったっていう風なね、見識の深いかと思いますしね、今回の動画でそれぞれのね、受信力になりますけども、どんなことを受け取ったのか、それが全てだと思うんですよ、ただぼーっとね、聞いてても受け取れたり受け取れなかったりですけども、結局時間を使うんだったら何か学び取ってやるぜみたいなね、そういうふうな深層心理がある方っていうのは何かを学び取るんだろうなというふうに、思ったかなというところですね。動画概要欄にね、この動画を作る経緯に至ったその花谷龍馬さんの動画をちょっとつけておきます。それがね、どういうふうにリンクしてるのかってことは皆さんで判断していただければと思います。では本日は以上です。釣り動画ですいませんでした。本当にね。